のロケットが、まあ、その、こう、発射ってなって、ボボボボボってなって、で、火がついて、で、その後火が消えて、で、でも、こう、ある程度立ったまま、ダーンって倒れて燃えたんですよ。で、あれを失敗っていう風にニュースでは結構流れたんですけど、で、その、あれの、そのロケットの打ち上げを手伝ってる八谷さんっていう人がめちゃくちゃ喜んでて、その、あれって、失敗と、まあ、人は確かに大成功ではないんですけど、ただあれって超優秀な失敗なんですよ。で、ロケットって基本的には失敗の歴史で、多く失敗した方がいいんですよ。要は、こうやったらうまく打ち上げられるんだよね、打ち上げられるんだよねって言って、本当に打ち上がっちゃうと、何かミスがあってもわからないんですよ。要は、ロケットっていろんな状況もあって、どちらかというと、失敗してくれた方が確率が上がるんですよ。それたまたまうまくいっちゃった場合って、本当は失敗する要素を持ってたとしても、それがわからないままになっちゃうんですよ。だ今って、まあ、荷物をこう宇宙に打ち上げるためにやってるんですけど、そのうち人間が乗るようになりましたってなった時に、どんなことがあっても失敗しないロケットにしたいわけじゃないですか。そうすると、完璧を期した上で失敗してくれた方が、新たな失敗の方法が見つかるんですよ。だエジソンが失敗した時に、こう、もう一つの失敗する方法が分かったっていう表現をしたっていうのがあるんですけど、で、話をロケットに戻して、で、ロケットって発射台からボーンっていくじゃないですか。で、失敗の嫌なパターンは、発射台で爆発しちゃった場合。そうすると、発射台も粉々になっちゃうので、発射台を作り直さなきゃいけないですか。で、今回って、発射台から発射して、ちょっと離れたところで横に倒れたんで、発射台無傷なんですよ。なので、発射台を作り直す必要もないから、全然コスト安いんですよ。で、発射台の横の小屋とかも壊れてないじゃん。で、例えばじゃあさ、今回成功しましたって言って、1000メートルぐらい上がって、1000メートルでボーンって爆発したら、部品はさ、1000メートル上から粉々になって地上に行くわけですよ。で、何が原因かっていうことは、落ちた部品を全部探し集めて、原因を調べなきゃいけないわけじゃないですか。そうするとさ、1000メートルで爆発した後の部品を全部みんなで探しましょうって言ったら、めちゃくちゃ大変だし、全部の部品集められない場合もあるのよ。そうするとさ、失敗した原因がわからないっていう最悪の状態になるのよ。ところで、これさ、今回さ、こう発射して横でバターンって倒れたから、もうロケットそこにあるのよ。だから失敗した原因調べようと思ったら、すぐに調べられるのよ。っていうので、めちゃめちゃ美味しい失敗の仕方なのよ。だって失敗した原因の材料がそこにあってさ、一生懸命探す必要ないわけじゃん。回収作業する必要ないわけじゃん。で、今回その打ち上げってまあボボボって火がついて、で途中で火消えたんだよね。だあれって安全装置がきちんと動いてるって話で、例えばさ、ロケットバーンって打ち上げてさ、真横にさ、1000メートルが飛んだらさ、誰かの家に突っ込むかもしれないわけじゃん。だから、その何かあった時にきちんと止められるっていうのはロケットについて超重要な機能なのよ。で、なので、あ、これいかないなと思ってちゃんと止まったんだけど、で、火が止まった後も、噴出してるガスだけで姿勢制御って結構動いてるのよ。80年代のロケットって姿勢制御って基本的にそんなに優秀じゃないんだけど、今のロケットって縦を維持するっていうのを自力でやるんだよね。で、火が消えた後でも結構ね、姿勢制御を維持してて、そういう意味でその姿勢制御の性能はね、結構高いなと思って、で、その後に倒れたの。なので、失敗ってかなり美味しい失敗なのよ。なので、そのホリエモンロケット失敗っていうニュースの見出しを見て、あ、本当だ、失敗したんだって思う人もいると思うんだけど、失敗はめちゃめちゃ美味しい失敗で、成功失敗の中ではかなりこう、優秀な失敗なので、そういう意味では僕の中ではちょっとおめでとうございますぐらいの感じです。はい。僕、そのロケットというか、スペースシャトルの打ち上げを、アメリカのスペースシャトルの打ち上げは、多分10回ぐらい行ったかな。実際の打ち上げに立ち会ったのは多分3回ぐらいだけど、あ、もっと言ってみました。その打ち上がりませんでしたみたいなのを含めると、多分15回ぐらい NASA の、なんだっけ、ケープカナラベラルっていう基地まで行って見に行ったりとか、あとソユーズの打ち上げ見に行ったりとか、割とロケットを見に行く好きだったので、そういう意味でロケットに対しての知識がちょっと多いです、普通より。